こんにちは、ミニマリステミニアとタイフードルのジャスミです。世界一周を終えて日本に帰ってきました。これからはですね、お家で収録した動画の方も上げていきたいと思います。その動画の第一発目は、節約オタク冬子。貯金はこれで作れます。こちらの本の解説です。私実はですね、冬子さんとはお友達でして、以前私の本も紹介していただいたことがあります。今回冬子さんが節約本を出されましたので、そちらの本読まさせていただきました。内容を共有したいと思います。この動画見てる方はお金貯めたいなと思って 節約に取り組んでると思うんですけどなんだか節約ってストレスが溜まって3日坊主で終わってしまったとかいろいろ節約テクニックを試してみたけどなんか全然お金たまんないんだよなっていうこんな悩みありませんか今回は借金あり、浪費癖あり、貯金なしだったふゆこさんが貯金メンタルにチェンジして4年間で借金450万円から資産1000万円にまで増やすまでに考えてきたことをやってきたことっていうのを紹介していきますね それではまず最も大事なことは、貯金はメンタルが9割ということです。あなたはこういう風うに考えていませんかすごい贅沢をしてるわけじゃないし、仕事帰りにコンビニでお菓子を買うぐらいいいじゃないとか、毎日辛い仕事を頑張ってるんだから欲しい服とかコスメは我慢したくないとか、若いうちは自分のためにお金を使って自由に行きたい。この考えは浪費化メンタルの人の特徴です。お金を貯めようっていうのを考えた時にですね、一番大事なのは自分と向き合って心を整え、貯金メンタルを作ること すすや無駄遣いいをををしてししししててててててまままう傾向ににににある人は感情に流されやすくスストレスを理由にして浪費を正当化して浪費メンタルになってしまっていますこの浪費メンタルから貯金メンタルにチェンジするためには自分らしいお金の使い方とは何か人生の中で本当に大事にしたいことお金や時間を費やしたいものは何かこういったことをですね考えて自分軸を持つ必要がありますあり余るような富を持っている人以外はですね使えるお金には限りがあるんですよその中でやりくりするには何 何を選ぶか。つまりイコールですね、何かを捨てなければ成り立たないです。仕事帰りのコンビニのお菓子や欲しい服やコスメを買うんであれば、来月あたり旅行に行きたいなという計画は捨てなければいけませんよね。また、若いうちはお金を自由に使うということを優先するんであれば、将来のための備えや金銭的な安心っていうのはとりあえず捨てなければいけません。自分と向き合って、私が本当に欲しいものは何だろうっていうふうにとことん考えた時に初めて、私は今まで大切じゃないものやことにお金を使って、その分の 大切や物やことにお金を使うという選択肢を捨ててきたんだということに気づくことが大事ですこの自分軸が明確になれば衝動買いや無駄遣いがなくなりますしお金がしっかり貯められるようになりますまた本当に大切にしたいものやことにお金や時間が使われるようになりますから人生の満足度が上がります自分と向き合うことをしないで節約テクニックや貯金のコツの上辺だけを真似しても成果を出すことは難しいでしょうお金の使い方はその人のメンタルつまり心と連動してるんです なのでまずは心を整えてからテクニックを学ぶという順番が大事ですここでのポイントは浪費メンタルから貯金メンタルにチェンジということでした では続いて、冬子さんが人生を変えた節約生活との出会いについてお話していきたいと思います。全然無駄遣いもしてないのになんでお金がたまんないんだろう。こういう悩み、あなたもありますよね。冬子さんはですね、社会人初めの頃、男性社会の会社に就職して、パワハラやセクハラの被害に遭ったそうなんですよ。その結果、せっかく就職したのに、たった1年で心療内科に通うはめになってしまったそうです。仕事のストレスが日々募っていく中、この仕事なら収入面でも安心してるから、将来の計画も立 当てられるそう思っていたのに全くお金が貯められなかったそうですそこでウェブサイトのライフシミュレーションというものを試してみたそうです現在の年齢や収入貯金額を打ち込み結婚はいつするのか子供は何人欲しい旅行は年に何回行くのか車や家は買うのかなどといった人生設計を入力してみたそうですかなり条件を緩くして必要な金額を抑えてみたものの結果は大変厳しくふうこさんが思い描いていた生活はこのままじゃ実現しないということが明確になってしまったそうですこれをするまでは自分はがん 頑張ってるってことだけを信じてうまくいかないことや苦しいことの原因を会社や社会などの他者に押し付けてしまっていたんですね。しかしこのままの生活を続けてもダメだっていうことに気づいて、26歳の時に3年勤めた最初の会社を辞めて転職をしたそうです。決断のきっかけは会社の業績不安により手取り給収が大幅に減少したことだそうです。そこで私もいつも使った方がいいよって言ってますが転職エージェントに相談してみたそうです。そしたら1社目の職場よりもかなり年収が上がって福利厚生も充実している転職 先候補をたくさん紹介されたそうですその結果今までの私の価値って何だったのといういい意味で衝撃を受けたそうですどの会社で働くかっていうのがその人の価値も給料も大きくですね変えているんだっていうのが理解できたそうなんですね新たな転職先では年収がなんと150万円もアップして職場環境も改善ストレスが大幅に減ったことでようやく落ち着いて節約に励めるようになったそうです節約ができない理由って結局のところ気持ちを維持できないっていうのがありますよねストレスフルな生 生活を送ってる時は欲しいものを我慢することはまたストレスでしかないからできないんですよ。そんなストレスを上積みするような生活はできないから、まずはストレスを取り除くってことが大事なんです。また転職によって学びの時間を得ることもできて、それも節約生活にプラスにつながったそうです。ファイア、ファイナンシャルインデペンデンス、リタイアアーリー、経済的自立と早期退職の概念を知り、ファイアに憧れて節約生活の原動力、モチベーションにもなったそうです。このように知識と目標に加え、自分の心とちゃんと向き合うということで。 ストレスとの付き合い方を身につけられ節約メンタルに変えられることができたんですねことのポイントは節約はまずストレスを手放すことからなんですということです では続いて、ふよこさんが実際に行っていった節約方法についてご紹介しますね。まずは、初心者でも続けられる節約の基本として、固定費削減について紹介されています。節約において最初にやるべきは、固定費の削減です。理由は3つあります。1つ目は、誰でも簡単にすぐできる。2つ目は、継続的な我慢が必要ない。3つ目は、大きな節約効果が長期にわたって現れるということです。では実際に何をするかなんですが、最大の固定費は、さあ何でしょうそう家賃なんですよね。というわけで、家賃を下げるということ ことから始めました一人暮らし次代のふゆこさんの物件は、職場まで近くて、飲食店なども豊富で便利なところ、できるだけ都心のアクセスがいいところ、築朝5年以内、オートロック付き、1K8 畳以上という細かい条件を付けていました。これで家賃は6万円ほどで見つかったそうです。ふゆさんは地方にお住まいなので、東京の人からするとこれでも安く思いますよね。地方の人からするとちょっと高いかもしれません。そこからさらに条件を見直したんですけれども、職場まで車で車える範囲近くくに繁華街ななどはなくて、OK、宿年数は 27年 2DK オートロックなしということで家賃は4万3 0円まで下げることができました家賃って毎月かかっちゃうし家賃更新でもお金がかかるからこれだけ下げられればかなり効果がありますよねまた家賃の次に着手したところとしてはスマホのキャリアの変更インターネットのプロバイダの見直し電力会社の変更水道代の節約として節約シャワーヘッドを使うサブスクの解約保険の見直しを行ったそうですこの辺については私も普段から節約動画でお話ししていますので もっと気になるよっていう方はですね、私の動画の節約編や、ふゆこさんの動画の節約のお話を聞いてみてください。ただ細かい節約をしても、給料が増えた分だけ、高い家に住んだら元も,もかもないので、家賃の節約はしっかり行っていきましょう。ここでのポイントは、固定費削減は一度やれば継続効果ありということでした。 ここでお知らせです。今年こそ1000万円貯めたいそんなあなたのために、オートで月5万円貯まる魔法の節約術を出版いたしました。この本では、5年で1000万円貯めるためのロードマップや、52個もの節約術を掲載しています。さらに、書籍を読まれた方向けの特典動画もご用意しています。特典動画の案内は書籍の中に書かれています。 では続いてお金を使わない仕組みを作る変動費の節約編についてお話ししたいと思います。変動費どうやって抑えるか、ここはね、課題になってきますよね。日々の感情とのコントロール、ぶつかり合いがありますから、習慣を見直していく必要があります。というわけで変動費が多くなる原因として、一つ目、食費の節約、二つ目、浪費の管理というところを今回は紹介したいと思います。一つ目の食費の節約についてなんですが、スーパーなどで衝動買いしてしまうっていうことが、り子うさんは仕事のストレスでスーパーなどで衝動買いをして食べ 物をたくさん買ってしまうという浪費癖があったそうですそこで買い物は週1の土曜日にするっていう風に変えたそうですそして見たの負けの精神を持つっていう強い心を持ったそうですどうして周一曜日にしてるかっていうと平日は仕事帰りでヘトヘトで誘惑に負けてしまうからとなので土曜日に1回だけ買い物をするものをメモしてメモに書いた商品以外は絶対に買わないっていうふうにするさらに誘惑の多いお菓子コーナーやお惣菜コーナーを通らないでレジに直行するこのような工夫によって冬子さんは余計なもの を買わなくなりましたさらに仕事のストレスでご褒美コンビニスイーツを買ってる人の場合はですね騙されたと思って1週間でも2週間でもコンビニに絶対に行かないっていうルールを作ってくださいというふうに言っていますその結果コンビニに行かなくても意外と困らないとか行くと余計なものを買ってしまうだけだったんだっていうのが結構実感できるそうですさらに仕事で疲れて日々外食をしてしまってる夜は外で外食して晩ご飯を済ませてるそういう方はですね自炊の食品の半分ぐらいは缶詰やパウチ冷凍食品を活用しても ok です。そして週に ですね、1週間分のおお弁当を作ってて冷凍しておくという方法もも有効ででですこれで昼もよりも節約できますねまた、ふるさと納税の活用ももちろんやりましょう。続いて、浪費の管理として冬子さんがやってることはですね、カレンダーに浪費を記録するっていうことをやっています。これを浪費日記と呼んでるんですが、外食などの食費以外にも、洋服やアクセサリー、雑貨の購入など、そういったものを記録をつけてるそうです。浪費を可視化することによって、こう自制心がだんだん働いてくるということで効果があるそうです。また、浪費も全くしちゃダメってなると苦しいので、毎週毎月の 浪費予算というのを決めて、引き算で浪費を管理するっていうのをやってたそうです。例えば、食費が一万五千円、日用品が五千円だとして、他にも浪費として交際費が二万円。娯楽費が一万円、雑費が一万円など、上限を設けて、この範囲内だったら浪費していいよっていうふうにすることで。気持ちを楽にしていたそうです。さらに欲しいものはリスト化して放置する。一週間放置しても欲しいものだけを買うという工夫をしていたそうです。結構ものが欲しいという衝動は、時間を置けば収まるので、有効的ですね。また、飲み会や外食のお誘いはですね、ルール化で無理をなくすっていう。 風にしてました飲み会は月に何回までという風にルールをして自分で自戦士を設けて断る理由を作るんですね他にも飲み会以外でも自分が90点以上だと思うこと以外はやらないこれはエッセンシャル思考の本私も以前紹介したことがあるんですけどここにも載っているやり方なんですが本当にやりたい90点以上だと思うこと以外にはお金も時間も使わないという風に徹底したそうですこれ以外にも節約テクニックがたくさん載ってるんですが今回はこの食費の節約と浪費の管理についてご紹介しました他にも気になる方はぜひ書籍の方で確認してくださいというわけでここ このポイントはお金を使わない仕組みを作ろうということでした 最後に、お金を貯める選択肢と手段を増やす投資副業についてもこちらの本では語られています。あなたも、いつ病気になったり、自分の勤めてる企業の業績が悪化して、思ったよりも稼げなくなるっていうことが起こる可能性がありますよね。これで不安になる理由としてはですね、自分の労働でしかお金を稼げない状況にあるからなんですよ。なので、対策としては、不労所得を作るっていうことが有効です。今年から新ニー者も始まりますが、インデックス投資をするということはとても有効です。ゆこさんは色々試して、e、シスリムの全世界株式 カントーに落ち着いたそうです今一番人気もありますよね。また、不要品をフリマサイトで売るということもやったそうです。これで8枚も作れたそうですね。さらに、副業に関しては、新しい適性を見つけるチャンスだと思ってくださいと語っています。フーコさんは、ブログは2年間続けて少しずつ稼げるようになったそうです。YouTube は稼げるようになるのに1年かかったそうです。失敗した理由、成功した理由っていうのを考えてみたところ、先人のノウハウを徹底して愚直に実行するのが大事だよっていうふうにおっしゃっています。オリジナリティをね、どうしても出そうとすると、自分がそんな スーパーパらしししいい人間でではないので大体失敗てまた、中途半端にね、副業やって結局飲めなかったっていう方が多いんですが、しっかりと時間と労働をかけて改善を図っていくのが大事だってお話しされています。私も副業を始めた頃はですね、平日、本業以外の時間に朝晩3時間、2時間で5時間、そして休日は10時間から12時間っていうのを徹底して4年ぐらいやってましたね。ちょうどコロナの時期だったので、人とも会わなかったので、もう徹底してとにかくやっていました。 コロナの時にねなんかダイエットに成功した人逆に太っちゃった人お金を貯められた人逆に使ってしまった人いろいろいると思いますが私の場合は副業を成功させるっていうことにコミットできました冬子さんも中途半端にやらずにしっかりと時間と労力をかけようっていうふうにおっしゃっていますというわけでここのポイントとしては投資と副業で自分の人生のリスクをね減らしていこうっていう話でした それではまとめです。本日のポイントは、一つ目、浪費メンタルから貯金メンタルにチェンジ。二つ目、節約はストレスを手放すことから始めよう。三つ目、固定費削減は一度やれば大きな継続効果あり。四つ目、お金を使わない仕組みを作ろう。五つ目、投資と副業でリスクを減らそうということでした。冬子さんのバックボーンもこの本には色い々ろいろ書かれてるんですが、まあ、社会人最初の頃に精神をね、病んでしまって、ストレスで浪費。その後人生を見直して転職、節約、投資、副業を成功させてきたって点が、私と本当に被る ないいう,うに思いました私も自分の本の中で、どうして今のようにお金を貯められたかっていう、苦しかった時代の話をね、たくさん書いたんですけど、ふゆこさんも同じなんだなって思いました。まあ、女性がね、社会で活躍するっていうのは今当たり前なのかもしれませんが、私もふゆこさんも結構男性社会でね、生きてたので、結構難しい立場だったかなとは思います。それで溜まったストレスで結局、一生懸命働いて、もう残業も過ごしてるのに、お金はたまらない。もうその負のスパイラルに入っていたんですよね。で、ふゆさんの本をね、改めて読んで、 思ったのがお金が貯まらないっていうのはこのメンタルと知識が原因ですね自分を一番愛してくれるのって結局自分です会社に殺されちゃったら意味がないですからストレスをちゃんと自分でなくして自分の将来のために転職や副業投資などをして歩み出していくのが大事だと思いますもし今人生に悩んでいてなんか節約もうまくいかないなって思われている方はですねこちらの冬子さんの本をぜひ読んでみてください私もそうだし冬子さんもそうですが昔はやっぱり辛かったんですよぐっちゃぐちゃの人生でしたそれでもですね スコツとやっていけば必ず成功しますから今後も私の動画やふゆこさんの動画にお付き合いいただいて一人じゃないです一緒に歩んでいきましょう 最後にお知らせです。私は普段 NISA を活用したインデックス投資をお勧すすめしています。あなたにおす,すめの証券会社はこちら。まずは、投資資金が多くて、全米インデックスファンドに投資したいよって方は SBI 証券がおすすめです。最近は、オリーブというクレジットカードを作れば、そちらでもポイントがもらえるので、非常に人気です。続いて、これから初めて投資を始めようと思われている方や、楽天一番普段使っている方、あそこの難しい操作が苦手な方は、楽天証券がおすすめです。6月からは改善されて、楽天プレミアムカードで最大 1%, 1のポイント還元が受けられます。なので、楽天に戻ってくるユーザーさんが今すごく急増してるんですよ。私も新日産は楽天で実施します。SBI 証券の解説方法や楽天証券の解説方法については概要欄に記載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。また、以前に上げた月5万円稼げるポイ活の動画が人気です。モッピーやハピタスを利用したポイ活で最高100万円程度稼ぐこともできます。概要欄の URL から始めると、数千円ポイントが上乗せでもらえますので、ぜひこちらもチェックして くださいまた、どうしてそんなにユミニアは知識が豊富なのってよく聞かれるんですが、理由は月に10冊程度ビジネス本を読んでいるからです。でも、以前は私は読書が苦手で年に1冊も読めなかったんですよね。そこでおすすめなのがアマゾンのオー i ィブルです。声優さんの声で分かりやすく耳読できるので、読書が苦手な方でも月10冊程度耳読できます。最初の30日は無料で、それ以降も月1500円なので、10冊も読めるんだったらかなりお得ですよね。こちらの QR コードか概要欄の URL からぜひ始めてみてください。 最後にこの動画がいいなと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録ベルマークをオンにしていただけると嬉しいですそれではバイバーイそれではまず一つ目はですね貯金はメンタルがじゃああっち行って,ていいよ